スマホ動画撮影シリーズ、初心者低資金編、ミッション1、ダイソーでスマホ三脚をゲットせよ。スマホだけで動画を撮影するには、三脚は必須だと思う。だが、最初は低資金スタートのため、なるべく安く済ませたい。そこで、困った時の、百均だぜ。早速ダイソーに、カメラ三脚三段、なるアイテムをゲットしてきたぜ。ちなみにこいつは100円じゃなく500円商品だぜ。安くてもちゃんと水平器を装備してるぜ。これでスマホを水平に保つことができるぜ。スマホを装着するとこんな感じだぜ。ちなみにこの動画は別のスマホで撮影してるぜ。まずは第1弾。次に第2弾。最後に第3弾。500円でこれだけ高さ調整できれば十分だな。これは、カメラ三脚三段を使った、スマホ動画だぜ。ちなみに、カメラ三脚三段はこの、ミニ三脚で撮影したぜ。こいつも100均アイテムだぜ。
このカメラ三脚三段があるだけで、スマホ動画の撮影が格段に綺麗になるんだぜ。これで500円とはコスト良すぎだぜ。ダイソーさんやりますな。こいつは絶対に買いだぜ。もう一つ、ダイソーで、スマートフォンスタンドなるアイテムをゲットしたぜ。ちなみにこいつも100円じゃなく200円商品だぜ。スマートフォンスタンドのいいところは、クリップ式のため、いろいろな場所に、簡単に設置できるとこだぜ。こんな場所に設置も可能だぜ。これは、スマートフォンスタンドのスマホからの動画だぜ。スマホ三脚三段では不可能なカメラアングルが可能だぜ。この3つのアイテムを駆使すれば、かなりの動画が綺麗にスマホで撮影可能だと思うぜ。格段にレベルアップは確実。これからの動画に期待だぜ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。スマホの動画撮影に三脚は必須と思った。そこのあなたは、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。それでは皆さんまたね。バイナラー。